どうもこんにちは、今回はですね四国に向かっております。あいにくの空模様なんですが、どうしようかなと思ってますね。2泊3日でね四国の方に行こうかなと思って今回計画立てたんですが、計画立てたはいいもののですね、雨っていうねこれがどうしようかなと思ってるところなんですが、まあ、せめて曇りであれば、いろんなとこ撮ったりとか、行ったりとかできるかなと思ってたんですが、ちょっとね先行きが不安ですね。もしかしたらただただ車を運転させるだけの動画になるかもしれないし、どうなることかというところなんですが、とりあえず行ってみましょう。今回の旅としてはですね、まず山口県から広島県に入って広島県の島田海道、尾道市のところですね、そこから、南下していって四国に入ります。愛媛県に入って、今治とかかな、そっち側の方をどんどん下っていって、高知県の方に向かいたいなと思ってます。で、高知県の右側を攻めて今度帰りはですね、高知県の左側、下と左ですね、下行って左行って今度は愛媛の左上行って、また今治に帰ってしまなみ海道を通って帰るという感じで行きたいなと思ってます。天気悪いなこれ。雨が止みましたね。雨が止んだからこのまんまで行ってほしいんだけど、どうだろう、四国に入ったらねまた分かんないですもんね。土曜日にね家族キャンプに行ったんですよ。まあそれはね他の家族もいたんで動画は撮ってないんですけど、まあ他の2家族とですね一緒にキャンプ場行って、で2家族はテントとか持ってないんで、まあそれまでにテントを買えばとは思ってたんですが結局買わなかったんで、まあコテージで2家族泊まってもらって、で、我が家はテントに泊まるという感じでやったんですけど、まあといってもね、一番下のたこ焼きくんとミニーちゃんは、コテージの中で友達と一緒に寝てましたけど、まあでもなんか久しぶりの家族キャンプもできたし、そういうですねキャンプ興味あるんだけど、行ったことがないとか、行くのがちょっと怖いっていう家族とですね一緒に行って、まあ多分キャンプの雰囲気っていうのもね味わってもらえたと思いますし、うん、で撮影しなかったんでねかなり楽なキャンプでした。まあ今回みたいにですね、キャンプ行ったことがないけど行ってみたいとか、行きたいんだけどちょっとわからないから怖いみたいなご家族とですねなんかそういったことが、一緒にできれば、まあ、貸し切りであればですね少々騒いだって関係ないんで、なんかこうまあ騒ぐことがいいことではないんだけど、やっぱ子供同士でねそういう騒げる日っていうのがあってもいいと思うし、なんかそういったイベントができればなんかそういうなんていうのかな、まだ一歩踏み出せない人のこうなんか助けになるんじゃないかなと思ったりもするんで、もうコロナが完璧に明けたらそういうのもちょっと考えてみたいですね。さあ、しまなみ海道入りそうです。しまなみ海道という看板が出ましたね。前にね、自転車で行きましたけど、自転車で行くルートとはちょっとまた違うのかな、どうなんだろう。その時は尾道から、船に乗って入りましたからね。向こう島か向かい島っていうところがあって、向かい島か、向かい島っていうところに、船で確か、たんだと思うんですけど、なんか自転車だとねやっぱりすごい時間かけて、走りましたけど、車だとね島並海道多分あっという間なんだよな。とりあえずですねトイレ休憩が終わったので、今度はまず四国に入りたいですね。今治に入ってでご飯とか探そうかな。もういい時間ですからね、12時37分で今治に、まあ、そうだなあと20分ぐらいあれば着くと思うんで、20分で着くのかな、どうだろう。
まあ、とりあえず1時ぐらいにはお昼ご飯食べれるんじゃないかなと思ったりしてます。いや結構ね忘れ物ってするもんで今日もね大変なものを忘れてます。まず、インスタ3601Rのカメラのマウントを忘れてます。そして SD カード入れようと思ったらビデオカメラと一眼カメラかにいつもですね64ギガのものをそれぞれ挿してるんですけど、それらを忘れてましたね。ということで、あと残ってるのが32ギガのマイクロ SD カード1枚、これにアダプターかませて、ビデオカメラとアクションカメラでなんとかなるかな、まあ、とりあえず頑張ってみよう。もうこの橋は覚えてますよ。この横をね自転車で走ったんだよな。これ半年ぶりぐらいに来るのかな、ここ。そうそう、この横をね走りながらハーハー言いながら走った覚えがありますね。車で走ったら一瞬なんだけど自転車だとねやっぱ時間かかっちゃうんですよね。でもそれがまた楽しかったりするから、で前回はね確かね瀬戸田っていうところまで行ったんですよ。瀬戸田は島になるのかな、ああ島じゃないのか、瀬戸田っていう地名なのか。瀬戸田まで行って今治までは行かなかったんですよ。今治行っちゃうとキャンプ場が多分ないんだと思うんですよね。で泊まるなら普通のなんていうんだろう、宿、ホテルみたいな、ホテルとか民宿とか多分そういった感じになっちゃうので行かなかったんですよね。さあそろそろですね瀬戸田ですね。瀬戸田に入るんじゃないかな。あ、ありますね、瀬戸田って書いてあるんで、前はこの辺まで来たのかな。どこまで来たんだろう、ちょっと定かじゃないんですけど、瀬戸田サンセットビーチとかそんな名前のところにね、前回は行ったんですよね。いいですね、なんかこういう大きな橋を渡ると旅行だなって感じがしますね。この橋は多分渡ってないんだろうな。渡ったのかな、いや多分渡ってないと思うんだけどな。大三島っていうところまでは来てなかったんじゃないかな、前回は。記憶が全然定かじゃないけど。で、この大三島を渡ったら次が今治なのかな？何個島があるんだろう？わからん。あ、でも愛媛県入った。愛媛県入りましたね。ということはもうここは四国です。四国か、さあ今治に入ったんでですね何か食べたいところなんですが、なんかね僕の嗅覚からするとですね、なんかこの辺ってなんて言うんだろう、こう本州から四国に入ってきた人とか結構いると思うんで、そんなにね地元っぽいご飯ないんじゃないかなって感じがするんですよね。もうちょっと走った方がいいのかな。
げえ晴れ間が出ました。晴れ間が出たからこのまま晴れてほしいな。到着まであと1時間ぐらいあるんですが、こんな感じで晴れてくれたらねいいんだけどな。お、道の駅がある。あー、道の駅、道の駅木の花、木の香りと書いて木の花。ここ行こう。1キロ先そこでご飯にしましょうか。ちょっとこの晴れてる間はもったいないけど、まあ、これから晴れてくれると期待してまず木の花行ってみましょう。何かしら食べるものあるでしょうね。よし、どうなってるの？これじゃないのか。あっちか。これがコノカかな。あー、泊まったりもできるんですね。温泉って書いてある。道の駅コノカ、これは右手ですね。右に曲がろう。出会い、喫茶店出会い、めっちゃ行きて。喫茶店だよね、あれ。出会いって言われたらなんか行きたくなっちゃうな。およそ300m先、右方向です。さあ、温泉とかもありましたが、とりあえず何か食べよう。何かあると思うんだけどな。よし。レストラン。こっちレストランか。残念なことにですね、道を間違えました。道を間違えちゃったみたいで、道を間違えたというか目的地が間違ってたって感じかな。ナビにね、設定する目的地を間違っちゃってて、今からね、本来行きたかったニコブチってところがあったんですけど、そこに行こうと思うとね、ここからまたさらに30分かかるらしいんですよ。で、30分かかっちゃうと、次のところ絶対どこにも行けなくなっちゃうんで、申し訳ないんですけども、予定を変えて、桂浜行きましょう、桂浜。桂浜はまたね、こっから1時間ぐらいかかっちゃうみたいなんですが、四国の下の方、ほんと一番下の方に行くような感じになります。やばいな、なんか、大した動画を撮ってないぞ。
800m 道なりです。桂浜来ましたね。どうなってるんだろう。ここにお土産物屋があったのかな。全然覚えてない。龍馬の浜茶屋。龍馬センター、ここだったよな。ここにね、確かあのお土産物屋があったはずなんですよ。でお土産物屋があって、そうだよな、じゃここ入れとくから、ね、あ、はい、ありがとうございます。あと一人入りますから。可愛がってね。はい、ありがとうございます。また木持ってったらいい。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。またね。バイバイって。バイバイ。早いね。早いですね。ありがとうございます。ね、またどうぞ。どうも、はい。ありがとうございます。よかったね、もんちゃん。ここで、なんかね、土佐犬の人形売ってたんですよ。木彫りの人形。で、木彫りの人形売ってて、うちのね、子供たちのね、名前も入れてもらったんだよな。潰れちゃったのか。もう5年前ぐらいですからね、来たのが。リオの後ろ姿だ。ここに初めて来た時にね、あの瀬戸内海と違って海の向こうに何もないんですよね、本当で。いや、これはでっけえやつが育つわって思ったのを思い出しますね。すごかったもんな、初めて見た時の感動って。5年ぶりぐらいの桂浜でしたが、やっぱりいいですね、広い。海の向こうに何もないっていうのがね、すごいですよ。僕いつも瀬戸内海しか見てませんからね。ただ、来たのはいいんですけども、もう夕方6時ぐらいなんで、早速移動しないといけないです。すげえな、砂が硬いっつうか、なんかね、僕が今踏んでる砂は普段やっぱ瀬戸内海で踏む砂と全然違うんですよね。質が違う。なんかもっと粒が荒いっていうか、なんつうんだろうな、ほんとちっちゃい小石みたいな感じです。おお、すげえ。なんかこういうの見ると少々のことどうでもよくなってきますけどね。いや、でも来てよかった。ちょっとだけだったけど、結構ね、昔はね、あのまだキャラメルちゃんとかが3歳ぐらいの頃は、朝起きてよし四国行こうみたいな感じで四国行ったりしてましたね。で、カツオのたたきを食って帰るみたいな。
今考えたら結構無謀なことですけどね。当時は全然大丈夫だったんだよな。疲れもしなかったし。ただ今は、もうこの階段だけで疲れる。さ、今ですね、車中泊できそうなところに向かってるんですけども、7時半がですね、お風呂の最終チェックインみたいなやつで、で、7km 道なりです。道なり、はい。で、入浴施設が8時までらしいんですよね。で、到着する時間が7時25分ってことになってるので、まあ、ギリギリになるんじゃないかなと思うんですけど、どうだろう。風呂入れたらいいな。せっかく来ましたからね。キャンプの時だと1日ぐらいはね、お風呂入らなくても全然いいやって感じなんですけど、こういう感じでね、車中泊みたいな感じの旅だと、やっぱなんかこう足伸ばしてお風呂に浸かりたくなりますよね。なので、まあギリギリ間に合うとは思うんですが、うん、どうだろう。今日朝9時からずっと運転してますからね。9時からずっと運転して、まあ2箇所ぐらい寄ったのかな、まあ、あとコンビニぐらいか寄ったぐらいで、それ以外はもう全部運転です。まあ僕のね、車中泊旅なんてのは基本的に運転になっちゃうんですけど、まあ運転が好きっていうのもあるんで基本運転になっちゃうんですが、まあ、本来であればですね、1日の移動距離を短くして、で、いろんなところに寄ってですね、長く遊ぶっていうのが一番いいとは思うんですけど、まあ来ちゃいますよね。四国の一番下まで来たからな。おー、見えてきた見えてきた。急げ。よっしゃ、開いててくれ。誰もいないと思うんだけどな。誰もいないわけはないけど、車中泊できるらしいんですよね、ここ。よいしょ。真っ暗だけどまだ空いてるはず。7時半が受付だったんで、うわ、これご飯も食いたい。よし、拳の里というところですね。ここにやってまいりました。ギリギリだけど行ってみよう。車中泊サイトみたいなのがあってですね、そういうところで調べると、さっきのね、拳の里っていうのは、車中泊できるとなってたんですけども、まあ、おそらくできるでしょう。寝るだけだったらできると思うんですが、トイレがね、なかったんですよ。トイレがなかったというか、多分、店が閉まったらもうトイレ使えないってことだと思うんですよね。ちょっとちゃんと見てなかったんで、そこ見落としてたんですが、そういったことでですね、今、山道を走らせて、違う道の駅に向かってます。明日はですね、海洋堂ミュージアム行きたいなと思ってるので、まあまあそこに近い道の駅ということでですね、四万十大将というところを目指してるんですが、山道な上にね、食べ物屋さんとか全くね、気配すらないんですよね。ということは今日は下手すると晩ご飯食べずに寝るっていうようなことになりかねないんですけど、まあ僕の車中泊ってね、無計画すぎるから、まあこうなるんですよね。まあダメなところだなと思いつつもね、でもなんかかっちり計画して、あのここ行ってここ行って、時間がこれでみたいなのがね、あんまり好きじゃないんで、どうしてもね、しかもまあ一人っていうのもあるから余計にね、あのズボラな感じが出ちゃうんですけど、まあまあとりあえずは四万十大将行ってみましょうよ。なんか嫌な予感しかしないけど。
ということでですね、道の駅にやってきました。道の駅四万十大将というところなんですが、何もない何もないし、近くにねコンビニもないんですよ。12キロぐらい走んないとないので、明日のね最初の目的地、海洋堂ホビー館みたいなやつがあるんですけど、そこに行くのにねまた遠回りになっちゃうんで、晩ご飯は抜きです。なんか食べたかったけどな、食べたかったけど、こんなに店がないと思わなかった。四国はまあしょうがないですね。で、食べ物ないんですけど、明日のね朝8時半になったらここのね道の駅が開くみたいです。で道の駅が開くと、なんか食堂みたいなレストランみたいなのがあるのかな。なのでまあとりあえずそれを食べようかなと思います。今からねライブ配信でもやろうかなと思ってるんですが、ライブ配信をやったら、まあ今日は早く寝るのがいいでしょうね。早く寝て、明日に備えよう。お腹が空いてもいけないし、今ね時間としては夜9時ぐらいなのかな、8時52分ですね。で家を出たのが9時過ぎだったんで、12時間ぐらいのうちの10時間半ぐらいは運転してたんじゃないかな。まあ、そういうこともあるので、まあ、ちょっと疲れもあるしね。まあ1日目は踏んだり蹴ったりだったな。でも途中で雨が止んでくれたのがね良かったなと思います。まあ、動画とか考えないんであればかなりのんびりした旅だったんですけど、のんびりしたっていうか、まあ、ずっと運転し通しですけどね。だけど、まあ、なんかのんびり景色見ながら来れたなって感じがします。まあまあそういう感じでですね、1日目はこれで終わりです。明日はですね、海洋堂に行ったりとか、面白いことができればなと思ってますので、ぜひまた見てみてください。それでは。